いいですか。いいですか。あ、はい、せーの、ブルーベリーマジックエア。あい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 。パフパフドンドン。すごいすごいすごい。パフパフ。すごい。いつまでも始まらない。さてということで始まりました、ブルーミングマジックのライブ配信、ブルーミングマジックライブ。今日は第40回目です。ということでメンバーの紹介を順番にお願いします。晴れ役のソランです。よろしくお願いします。お願いします。ソラ役の葉月シュウです。お願いします。よいしょー、よいしょ、よいしょ。大和役のカインボトルです。よろしくお願いします。かっこいい。そして魔王役の日頃も野の葉でお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気。急にかっこよくなるボトルさん、いいっすね。ね、なんかずるいっすね。あ、いいでしょう。もっと好きになっていいんだよ。はあ、なやねんこの空気。すごいなボトルさんは。なねん。はい、ということで、見てわかる通り今回はなかなか珍しい組み合わせのメンバーでお送りしております。空気がつかみづらいです。よろしくお願いします。おい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 、ちょっと待ってくださいよ。まとめてくれまとめてくれ。前回も珍しい組み合わせって言われてた気がするんですけど。ねえ、そうそう、確かに。いやでも今回の方が珍しいでしょ、きっと。そうかもしんないね。そうですか。そうじゃないかな。なんかどうやって頑張ろうかなって僕ずっと思ってる。山みたいな、今日山だったみたいな。ね、今日頑張るためにね来ましたからね。ね、今日頑張るために今日頑張っていきましょう。はいはいはい。じゃあまずは105話の歩の誕生日兼レオとのデート会のコメントを紹介して感想を聞いていきたいと思います。よっよっ。まずはこちらです。なあ、ちょっとラストレオさん、ホテルってふわ、その後どうなったのですか、美味しくいただいたのですか、キッズ続き見れたら見たい、グヒヒヒヒとのことです。ふわーのリアクションすごい可愛かった。ふわーふわー、さすがすぎた読み方まで、ね、感性爆発ですけど。グヒヒヒだったな。確かにそう、あれはグヒヒヒだった。ホテルね、美味しくいただいたって何のことなんでしょうか。いやもうそれはね、やっぱご飯とか食べるでしょう。あーそっか。ルームサービスとかね。そう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 、はいはいはい、うわーなんだこれっつって言いながら美味しく食べたんじゃないかな。一晩中ね、一晩中しらじらしい食べたんじゃないですかね、いろいろね。確かに美味しく食べて、続いてはこちら。歩くん、お化け屋敷でぴったりくっついてビビってるし、リアクションや発言が全部かわいい。レオくんかっこよすぎ。家族への心遣い素敵すぎる。あんな真顔でジェットコースターに乗る人を見たのはレオくんで2人目です。1人目はどこなんだ。観覧車でしないんかーいって突っ込んじゃいました。最後恋人つなぎに変わって、そこでまたグッと気持ち掴まれましたといただいております。確かにね、こう最後の恋人つなぎっていうのがね、かなりこうグッときますよね。あそこなんかなんていうんですか、映像というか写真じゃないイラストもほらなんか恋人つなぎにグッと寄ってるコマだったじゃないですか。うん、いやよみたいな、よよよって、ね、よ、うん、なんか朝集合した時と帰りでちょっと関係一個進んでる感じがいやーね、いいよ ねちょっとリアルな感じしますよね。いい、ちょっとこの4人とも一個関係進めたいな今日の終わりには。エッチでは次。
一日中ずっと二人きりなデート、こんなにずっとキュンが止まらないことある？ジェットコースター真顔なレオくんに爆笑してたらお化け屋敷で歩夢くんをからかっちゃう意地悪な一面にもうオタクのライフは大幅減。でも怖がる歩夢くんを置いていかないところ、出た後に頭ポンする彼氏感、はいごちそうさま。観覧車の中もやばかったけど、何より突然の今日は帰らない宣言にもう尊みのあまり白目デートに誘われた翌日のホテルを取ってあるところ、あまりにも彼氏力が高すぎて無理、こんな21歳多分この世にレオくんしかいない、観覧車の壁かホテルの壁になりたい。あまり好んでいかない場所でも歩夢くんとなら一緒に最初から最後まで付き合うところ、家族のお土産を提案するところ、本当レオくんそういうとこだぞ我が推しがしんどい、動画見た後直後に感想を書いてしまうとただただ荒ぶりになりそうなので翌日に書きましたが、結局荒ぶりで終わりました、赤飯を炊きますお幸せにといただきましたすごいですね、熱いコメントを、熱い熱いよ、あちあちの赤飯ですね、これはあちあちのすごい、赤飯をすごいよ、いただきました、翌日でこれだからね、熱収まりきってないからね、全然収まってない、まだ熱いわチヤチだな、すごいですね、どんどんこうヒートアップしていく、いやもうそういうとこだったんだ、あとこのちっちゃいやつ5個ぐらい、めっちゃ面白いこれ、めっちゃツンツンしてる、ありがたいですねここまで、ね、ね、本当にありがたい、めっちゃ好きだなもう。いや嬉しいですね赤飯を食べながら見たんでしょうか、見たんだろうな、いいですね、なんかもうダメだ、ツボなんだよな、なんか野々くんの読み方までツボだったな、贅沢だぞ、すっごい感情移入しちゃったこれ、わかるよその気持ち、わかるわかる、あれ見たらそうなる、うんうんということで次行きましょう、リアタイはもうドキドキしっぱなしでした、正直正気ではありませんでしたね、一昨夜からいろんな視点でリピしたんですけどかな、これ多分、うんうん、合ってる、一昨夜からで合ってるかな、一昨夜から、いろいろな視点でリピしたんですけど、本当にお二人が一緒にいるようなあうんの呼吸っていうのでしょうか、自然すぎて驚きの演技力でした、この二人のその後気になる、そしてホテルに泊まる連絡を受けたシェアハウスの三人の様子が気になる、ますますブルマジ楽しみで仕方ないですといただきました、ありがとうございます、あございます、確かに どんな気持ちで受けるの、そうだよね、確かに聞いてたのかな、ホテル撮ってるって、ホテル撮ってるってどうなんだろう、ヤマトとかは聞いてそうだけど、ね、なんかこっそりレオだけ言ってそうじゃないですか、でもなんか家出る前にこっそり泊まるからみたいな、今日今夜あのご飯いらないんでみたいな、うん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 、ご飯はいらないか、今日は帰らないんで、夜帰らないんでみたいな、帰らないんでよろしくお願いしますみたいな、うわよろしくってお前みたいなどうよろしくするの、どういうことなんだ、どういうで空がねからかうんでしょうね、ね、絶対遊ぶと思うそのことでしばらく言われてそう、ホテルでどうだったのっつって、ね、何したのかな、ニヤニヤみたいな、ニヤニヤしてそういいですね、いい、いいね、演技力も本当にそうだったな、マジであうんの呼吸わかる、めっちゃ会話してた確かにな、うん、別撮りと思えないし、うん、ね、いつも思うけど、そうそうそうはい、はい、あれ、はい、あれ足りない足りない、このまあ面白いね、そうなんか間が空いちゃう、どうですかみたいな、誰だろうな、誰だっけってなって進むのかなみたいな、もうちょっと喋った方がいいかなっていう、やっぱ難しいよねその辺の段取りというかね、うんうんうん、わかるよわかるよ、ごめんなさい、なんか僕のせい、これ僕のせいだった、回してあげて回してあげてあ、じゃあ次お願いします、あ僕ですか、何どういうこと、僕になったみたいですよ、はい、まあ続いて106話桃太郎会のコメントが来てるみたいなんですけど、なるほど、はい、もう早いですね、うん、
みんな配役ぴったりで面白かったです。レオくんの記事好きすぎました。ブラレオもちゃんと見れて嬉しかったです。チーム21歳の絡みもいつも通り面白かったですといただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。でも早速ね、こういうコメントいただけるのはかなり嬉しいですね、うん、ね、すぐだもんね。確かにってすぐだ。そうですよね、うんうん、確かに配役がぴったりでぴったりだった感じのが、うん、なんか面白かったあれ本当なんか、キジソウかぶるんだみたいな、キジソウのハットなんだみたいな、その形なんだキジみたいな ね、 ね、21世紀かぶり物な感じ、できそうな感じのね、かぶり物、ね、かぶったらキジになれそうな ね、 ね、そうそうそう、いや面白かったな。ね、面白かったですね。ちょっともう一個紹介しますね、うん、はい、パロディの配役全員ぴったりすぎて笑いが止まらなかった。上限どっかで聞いたようなといただきました。はい、上限ね、ね、パロディというかなんか噛み合わせるのがうまいですよね。ね、うん、絶対入れたかったんだろうなと、なんか台本読んだ時に鬼って聞いたら多分そっちなんだろうなっていう、うん、ね、そのブルマジ要素を混ぜるにはとどまらず、なんかいろいろ混ぜてましたよね、いろんな人に楽しんでもらえるようにね、うんうん、いろんなとこで笑いどころがあったね。ポンガ島もなんか ファンキーファンシーファンキーファンキーファンキーはちょっと違うんじゃない、もうポンポーンってなってるやん、それはポンポンポン、ミラーボールとかもあってさ、ファンシー、ファンシーになってますファン、ファンシー、キラキラ、ふわふわ、ふわふわ、ゆるふわ、ゆるふわな感じになってましたね。うん、なってました、なってました、なってた、そう、うんうん、なんちゃらランドみたいな感じですね。そう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 、うんうんうん、メルヒエンな感じが、うん、なってた。なかなか桃太郎パロディでああいう鬼ヶ島にするパターンはないんじゃないですか。あんま見たことないかな、初めて見たかも、うん、可愛かったな、ね、可愛かったな、うんうん、確かに確かに、はい、じゃあ次も紹介していこうと思います。ピース、桃太郎パロディは今までパロディの中で一番面白かったです。やった、やった、久しぶりの旧ビジュアル見れてすごく懐かしい気持ちになった。確かにそうですよね、 ね、 ね、ごめん全部コメントしちゃってる、ちょっと読みますね一旦読みますね、うん、それぞれの役割がぴったりすぎてめっちゃ笑った、大和桃太郎さんが、アイドルデビューは想定外でおもろかったし、チーム21歳はいつも通りの絡みでおもろかった。鬼チーム20歳、あ、鬼チーム20歳は、角があってちょやばいくらいに可愛かった。キュン、まさかの鬼ヶ島がリニューアルでめちゃメルヘンになってリボンもついてて全然怖くないし、可愛い鬼春真央がいるからパズルのもバズるのもかな、バズるのも当然ってなりました、うん、鬼になっても春ちゃんは可愛いままでポワってなりますし、なるし、どんなキャラになっても春ちゃんの可愛さは大和さんを惚れさせるのもさすがって感じ。パチ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 、ありがとうございます、ありがとう、パチパチ、ありがとう。メルヘンだ、さっきなんで出てこなかったんだろう、ファンキーって言っちゃったファンキーメルヘンだ、ファンキーマオがいるのかな、じゃあファンキーマオ、ポンポンマオ出てくるかもしれませんね。いえー、いらっしゃいませみたいなちょっと見たいです、アベックゴーマイみたいななるほど、そう、メルヘンですね、そっち可愛かった、可愛かった、ね、可愛かったね、鬼ヶ島にもリボンついてたもんな、なんかでっかい、ねうん、可愛かった。キュービジュアルもね、確かに確かに、そうそうそう、キュービジュアルだったの、うん、久しぶりでね、なんかすごいその昔話だから Q やっちゃおうみたいな起点、うん、起点遊び心みたいなちゃんと入れてて、うん、そうそうそう、さすがだなってちょっと思ってましたけど、うんうん、すごかったですよ、うん、だったらね、すごかったですよ、ビジュアルを Q にするなんて思いつかないですからなんかヤマトさんとハルク逆でもなんか成り立ちそうですけどね、あの桃太郎のお話、ヤマトさんが鬼になった場合はちょっとこう怖めのというかかっこいい感じの、なるほどね、ホストクラブになっちゃうんじゃないですかそれホストクラブやばい、アダルティーン、それはそれでいいかもしれない、そっか、ヤマトさん鬼だったらホストクラブになっちゃうな、ホストクラブちょっとかっこいい系のね、クラブキラーみたいな、うん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 、クラブ鬼ヶ島、クラブ鬼ヶ島か、うわー、でもありそう、なんかね、カラオケ機置いてありそうクラブ鬼ヶ島
クラブお願いしますね。もうそれこそファンキーやん。なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次お願いします。はい、次のはブルマジキャスト全員集合のパロディー、面白すぎゲラゲラ、それぞれのキャラがハマってましたね。はるちゃん、うん、あ、はるちゃんお兄さん抱きしめたいくらい可愛かった、ぷぷ、楽しすぎていろいろ吹っ飛んでいきました、ブルマジ最高、わーい、とのことです。わー、ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。5人組のさ、うん、抱き枕とかめっちゃ惜しいなって思った。あー、可愛かった、うん、抱き枕、抱き枕、メンバーより先に先に真央くんの抱き枕、真央くん抱き枕、うん、まあでもね、なんか添い寝得意そうだもんね。添い寝得意そう、得意そう。どんなキャラ作りしてるんですか。そういうね、得意なんだ。誰に誰に、それは誰に、それはそう、誰にするんだろう。ちゃんと寝るんですよ、苦手そうだけど。キーってなりそうだけど大丈夫なんそれは。確かに、あんまり近くだよみたいな、うん、なっちゃうかもしれない。なっちゃう、すみません、うん、みたいな、すみません、隣のベッドで添い寝してくれる。それは添い寝じゃなくなる。どういうことなんでしょうか。ねえ、いやでも全然ぜひ作ってください、運営さん。ねえ、でもなんかね、話ストーリーの中でもグッズいっぱいなんか売られてる感じあったからな、うん、なんか、うんうんうん、確かに確かに、ね、もしかしたらあるかもしれない、ね、もしかしたらね、ちょっと大和さんブロマイドとかね、桃太郎くんの抱き枕、神田の大和の抱き枕とかね。ゆうやりそう。あ、それはいい感じに脱げてるやつ、いいやつだ。じゃあちょっとグッズが楽しみにしてます。ぜひ楽しみにしてま す, てます。はい、ということで、以上で今週の感想会は終了です。つぼみの皆さん、いつもコメントありがとうございます。 ありがとうございます。さあ、ということで武器をいただいてますので、僕の方から紹介させていただきます。いや、緑茶さんからいただきました、ありがとうございます。はるちゃん、かわいい、 MC 頑張ってねといただきました。MC とっても久しぶりなので、あの皆さんに手伝ってもらいながら頑張ろうと思います。緑茶さん、ありがとうございます。ナイブーです。ナイブー、ナイブー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあもう一件来たかな。もう一件来ましたね。はい、じゃあはい、お願いしていいですか。はい、アッキーさんからいただきました、ありがとうございます。大和さん、今日もイケボで素敵です。 MC のはるちゃんをサポートしてあげてくださいねといただいております。アッキーさん、ブーケありがとう。そうだな、春には悪いが、ここは正念場だと思って俺はそばで見守ることにする。春もそれでいいな。はい、頑張ります。さすが俺の見込んだ春だ。というわけで、アッキーさん、ナイブー、ナイブー、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、お次はないのかな。ないですね。じゃあ次のコーナー、はい、はい、こっからはいえ、皆さんからいただいたアートを紹介していきます。はい、今回はですね、念のため投稿いただいた方の名前は伏せて紹介させていただきます。ではまず1枚目はこちら、運営さんお願いします。ダダン、ドド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 ン、カカカ、タイタツ、出たかな。あ、出ましたね。出た出た出た、ありがとうございます。もうね、早速使っていただいてて、うん、21歳組と僕らで、はい、そっかそっか、こういう使い方というか、うん、拾ってください、ね、拾ってください、はいはいはい、なるほどね、
ちょうど確か前回の配信で言ったんだっけ、なんか拾ってくださいって、はい、これ子猫をみんななんか箱に入ってたら拾っちゃうみたいな話をなんかしちゃうんです。へえ。あ、なるほどね。作ってくれたのかな、ねえ、こんな可愛いの拾ってしまうよな。ねえ、なんで捨てたんだろう。捨てない。逆にね、確かに。なんで捨てたんだろう、本当に。と責任持って買いなよ、ちゃんと。だよ。五人分ね。五人分、五匹分。五匹分。拾うけど。拾うけど。拾いますけど。拾いますけどね。ついといでぐらいの勢いです。俺行くよ。いやでもね、こうは拾っちゃうんじゃないですか、みんなも。そういう皆さんも。うんうん、一番先に拾うのは社長ですよ。社長が拾ってくれたのか。社長が拾ってくれてここまで育ちましたっていうね。なるほどね、うまい、ありがとうございます。二次創作に使ってって言ってすぐに使ってくれるのはありがたいね。本当にね、めっちゃ読んでるじゃん。すごい読んでるじゃん。もう何読んだじゃんっていう息が。違う、今これなんか次の絵はこちらですみたいなのじゃなくて、すげえこれちゃんと僕のコメントが指定しちゃったと思って。めちゃめちゃ本当にね。いや、ありがたいですよね、本当に。でも。そう、気づく前にちょっと触れちゃったから今。ああ、すいませんね。いやいやいや。ちょっと面白すぎる。あの運営さんより補足で、あの、ファンアート描きたいけど絵が苦手って方もいると思って配布しておりますので、いろいろ加工したり編集をしたりしてハッシュタグブルマジアートで投稿してください。と、ということでね。ということなので、はい、ぜひぜひ。ぜひぜひ。ね。ね、拾ってくださん以外にもね、いろいろ、ね、うん、あるかもしれないですかね。そうですよ、うん、何でもいいんですから。何でもこんなに大きく育ちましたでも、うん、ね、それこそいいわけですし、そうそうそう、いいわけです、うんうん、はいはいはい、いっぱい使ってください。はい、はい、ということで続いてはこちらです。運営さんよろしくお願いします。はい、お願いします。出るかな、もう出たかな。あ、出てるか。あ、出た。あー、かわいい。拾ってください第2弾。拾ってください第2弾。これあれですね、前回の配信メンバーですね、うん、あー、そうか、そうだそうだ。シャワネにも耳ついてる、かわいい、うん、かわいい、めちゃめちゃかわいい、ね、かわいい。なんかお母さん猫、お父さん猫みたいな、本当だね。うん、家族で捨てられたのちょっと悲しい。そうそうそう、悲しい。なんで捨てたんだ。なんで捨てたんだ。拾うけど。拾うけど。拾うけど。もう拾ってくれるよねっつって。うん。暑、ね。暑。ね、かわいい。うん、かわいい。あ、でもなんかこんな風に二次創作はね、そのまま使ってもいいし、こういうさっきの猫ちゃん参考に描きましたよみたいなのもね、めちゃめちゃいいので、ぜひその参考にも使ってもらえると嬉しいです。うんうんうん、確かに確かに、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてそして、さあ続いていきますか。うん、じゃあ続いてはこちら。どんどん出るかな。どんどんどん、かっかかかっかか、あー、でちゅんかわいいでちゅね。かわいいですね、これもまたもうほぼあからめてね、かわいい。なんかこういうなんか魔法少女ものみたいな、なんか女児アニメにありそうですね。ありそう。あ、そうですよね。そうそうそう。危ない危ない。僕もすごいなんか具体的な名前をいろいろ言いそうになっちゃった。なんかちっちゃいキャラクターがいてみたいな。ね、肩に乗っかって。そうそうそう。確かに確かに。うん、これすごいね。肩に乗っかるようにだから加工してくれてるんですもんね。うん、あ、そのままじゃ使えないもんな。確かに確かに。多分肘とかもね、しっかり。うん、削って置いてくれてるってことですよね。そうね、そうですよね。ね、こう肩のちょっと立体感みたいな。ね、ね、うん、ちゃんと乗ってるもん、可愛い。よくできました。よくできました。
できました。いや可愛いですね、こういうね、全然ちょっとした加工ではないけどね、こう自分の好きなキャラクターカップリングとかで、いや確かに確かに全然いいですし、確かに確かに、なんかこういう画像を編集するのとかって見た目よりも作業工程大変だったりしますからね。そうですね、画像だとなんか簡単そうに見えるけど意外とね大変だったりするから、いや本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい、さあ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 どんどん紹介していきましょう。続いてはこちらでございます。パカーンドン、パカーンドン、出るか、出た、お出た、お、これは組体操、組体操というかレオアユ遊園地デートで出てきた三位一体オブジェの、あ、三位一体これか、かわいい、すごい、なんか後ろのねそういう背景的なところまで細かく見てるのすごいですよね。すごいですね。かわいい。かわいい。めちゃめちゃかわいいこれ。これグッズ化したらええのに。これあれだ、顔ついてるあのパーカーに、え、顔ついてるわけじゃないのか。パーカー顔ついてるわけじゃない。ブルーミングマジックって多分書いたの。ブルーミングマジックって書いてあるのか。ね、多分パーカーかなんかなんじゃないかな。ファンマークの、なるほど ね、あ、パーカーの紐だったのか。紐か。すいません。なんか、うん、わかんないけど。うん。いや、ね、大きくしてくれた梅さんが。すいません、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ございます、本当に。優しいな。優しいですね。あ、本当だ、本当だ。ロゴになってる。うん。すごい。表情がすごい特徴を捉えられてる。いい、確かに、ね、確かにかわいい、ね、レオの顔いいな。なんかフェルトで作った人形とかこういう感じの可愛さ出ますよね。あ、なるね、うん、そういうなんかフェルトで欲しいな、このグッズ。かわいい、うん、かわいい。ぜひ皆さんの裁縫上手な、うん、おいのみんなに作ってもらいましょう。あ、確かに確かに、確かに、うん、いろんな特技をお持ちの方いらっしゃいますからね。ええ、ぜひぜひ作っていただいて、うん、ぜひぜひ、はい、うんうんうん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで続いてはこちらです。でどんどんどんでん、なんだなんだ、どんどん出た、あ、出た出た出たで、出たかっこよ、めちゃめちゃかっこいい、これあれピニャコラードの時の衣装ですね。そうそうそう、めちゃめちゃかっこいい、いいですね。もうなんかもうこのままさ、うん、こう少女漫画雑誌の表紙とかになってそうな勢いですよね。確かに、そうそうそう、うん、本当にね、うわ、イケメンだ。いや、なるほどな、いい表情すいますねこれね。ねえ、かっこいい。澄ました感じの、そうそうそう、なんか服がすごい派手で目いきがちですけど、なんか目とか髪とかもめちゃくちゃかっこよく、うん、そう、表情になってますよね、うん、表情やばいね、うん、そう、表情表情いい。ホストだったらもう貢いじゃんな、こんなぜひぜひ貢いでください。はい、確かにホストっぽさはあるかもしれない。いいです、かっこいいわ、かっこいい、かっこよかった。うん、ぜひまたピニャコラーダを皆さん聞いていただいて、お、思い出してください。確かにこれ見たらまた聞きたくなっちゃったんじゃないですか。なっちゃったんじゃないの、なっちゃったんじゃないの、なっないの、聞いてね。たくさん聞いてくださいね。聞いてね。かっこいいから聞いてね。いれば外れた人みたいな。おっと、くんない。はい。はい。はい。じゃあ続いてはこちら、レオアユのお姫様抱っこ、ドン。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 たたたた。おい、イエーイ、これ、ね、これ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 、あんなの、いやすごい、これ結婚、なんかね、結婚式とかでやるやつですよね、この収納仕方って、ね、おめでとう、すごいわ、おめでとう、おめでとう、なんか拍手が聞こえてくる、すごい、うん、おめでとう、おめでとう、ね、おめでとう、
結婚おめでとう。ベルが鳴ってるわ。ああ鳴ってる鳴ってる。本当に聞こえてきたな。親類友人の拍手が聞こえてくる。おめでとう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 。低い声の人と高い声の人いろんな人を見守ってますからね。いろんな人いた今。芸が細かいな。いいですね。いいですね。でもこれもこういうシーンも本編でしっかりと見たいですね、うん、いや確かに確かに、うん、まあ、どういうシチュエーションでこうなるのかは分からないですけど、うん、先週も言ってましたけど結構しっかりチューしてますもんね二人ね。そう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 、うん、確かにしっかりチュー。しっかりしてますね。しっかりチュー。しっかりチュー。ちゃんとしたチューしてますからね。ガチチューですからね。ガチチュー。ガチチュー。ガチチューですね。ガチチューといいますね。ではでは、そしてなんと、いつもブレマジを描いてくれているイラストレーターさんのファンアートもあります。なんと。なんと。なんとありがたい。よやまさんの歩む誕生日のファンアートです。こちらドコーンドンドンデーンデンデン出た出たーゆーすごい。いやこれすこれファンアートですかってなっちゃう。ファンアートすごいすごい。これでもメンバーから一袋ずつもらってるんでしょう ね、きっとね。そうそうそうねえいやすげえわ。めちゃくちゃ可愛いこれ。あ、お、え顔がまたたまらんなこの表情が。確かに、なんか嬉しさと照れと。うん。ねえ。へへありがとうなっつって言ってる感じ。うん。言ってる。言ってる言ってる。可愛い。可愛い。ねえいやでも本当普段のあの作画というか動画のイラストもあって忙しいのにでもよくイラストレーターさんのファンアートとか書いてくださるから本当すごいなって思いますね。そうそうそう本当にお忙しいのにねありがたいですね。いや本当にねちゃんとしっかり細部まで。いやそうですよね。いやもうこれ全然動画載せられるやんみたいなレベルで毎度書いてくださるからエンドカードやんね。そうねそう確かになんかこのままポストカードとかにできそうな。そうそうそう。本当本当。感じですよね。うん。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにメンバーカラーのリボンなんだねこれも。うん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 。わーって振ってんのもいや可愛い。細け。細け。可愛い。すごいなそういう遊び心。ね。ただ書くんじゃなくてちゃんとこう作品のことを思って書いてくれてる感じが伺えちゃいますもんね。いばめちゃおうみたいなのが、そう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 、ね、こういうのエモくねみたいな、うんうんうん、エモみを最大限に生かしていただいて、うん、ね素晴らしい素晴らしい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい締めにふさわしい感じですね。ねものが来ていただいて、うん、ありがとうございます。さあ以上でファンアート紹介のコーナーが終了となります。はい、またこれコーナーやるんで、はい、ハッシュタグブルマジアートでたくさんツイートしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでブーケもいただけてますんで紹介していきたいと思います。じゃあ、はい、どうしようかな。シュウ君呼んでもらってもいいかない。シュウ君スーハさんからいただきました。ブルマジパロディー界マオくんめちゃくちゃ可愛すぎでは。何この可愛い子ってなって潜りで痛かった私思わず飛び出てしまいました。今回のライブもとても珍しい組み合わせでとても楽しみにしてました。ソラマオヤマハルどっちも大好きなコンビでファーってなってました。イチャイチャたくさん見れるのかなと楽しみにしてますとのことです。ありがとうございます。たくさんファーってなってください。ソラシドライブライブソラシドソラシドありがとうございます。ソラシド笑う。あ
ね、真央くんめちゃくちゃ可愛かったの。ねえ、いやありがとう、ね、可愛かった、ありがとうございます、嬉しい。たくさん愛されてますね、真央くんもね。いやいいですね、ちゃんとメンバーに混じって愛していただいて、ありがとうございます、本当に。もうこちらこそ、たくさんいい真央くんをありがとうございます。ありがとう。あ、なんかこんなにねぎらっていただいたのは、はあ、いつ以来なんだろう。そう。いつ以来の、そんなにそんなに。山田さんのことが忘れるな、本当に。本当にお風呂入ってるみたい。ありがとうな。お風呂に入ってくれ。入りますよ、ちゃんと。ちゃんとな。暑いからな。わかりました。ちゃんとお風呂入りますね。そんなに匂いますかね。なんなんこの会話。わかんないけど、ちょっとそういう方がいいのかなと思って。マオくん臭い子になっちゃって、匂いになっちゃった。臭くないよ。ホラくんと入らないかなと思って。唐突すぎんか。確かに、なんか触れるのはあれですけど、お風呂とかはいいんですかね。大丈夫なんですかね。どうなんでしょう。まあ確かに。背中流してあげるよみたいなのは多分大丈夫なんじゃないかな。ちょっと最初はグッとなりそうだけど、大丈夫大丈夫みたいな感じで、ちょっとそのシーン欲しいな、ね、ライターさん欲しいな、お風呂どうなんだろうな、欲しいな。というわけで、では続いていきましょうか。はいはい、はい、続いてのコーナーはもちろんわかるよね、一心転身ゲーム。あーはーい。というわけで、もう皆さんおなじみかと思いますが、いわゆる連想ゲームでお題に対して皆さんの回答を一致させるというゲームでございます。メンバーなら一心伝心でみんな意見一致するよねっていうちょっとした絆確かめ要素もございます。ということで、やだやだ、ちょっと確かめ合いましょう、ちゃんと。やだやだ、僕らも絆あるんだぞってとこを見せてやりましょうよ、ね、もう絆強いからよくない、もう悲しいなんて言わせない。ギャルになってる。ない、よくない。こちら別にもともと相性いいし、よくない。テンサゲ、テンサゲマジ。ギャルいっぱいいるんだよ。もう飛ばして武器を見ますか、じゃあ飛ばして、ね、でもなんか終わりますか今日、ね、一心伝心はやった方がいいみたいな。めっちゃギャル似合う。ちゃんとギリがたいギャルだった。ちょっとやった方がいい。めっちゃギャル。取るのそういうとこマジ好き。じゃあ行こう。やろ。すみません、シンキングタイム中に答えは言わずに意見を合わせていって大多数の意見を正解とします。少数派の答えが外れということで、今回も罰ゲームがあります。リス君もコメント欄で罰ゲーム楽しみだなって言ってますが、うん、やめない。罰ゲームとかやめない。やめない。いやちょっとじゃあ、まあ、2人にやってもらうということでね。はい、罰ゲームは早口言葉です。やめない。罰ゲームとかやめない。やめない。まあギャルだったらね、ギャルの2人だったらいけるでしょうって、ね、うちらのコミュニケーションにそういうのいらなくない。いらなくない、マジ。めっちゃ言うやん。めっちゃ嫌がるやん。上さんがやめないって言ってる。やめない。やめない。やめない。やろうもう。はい、やっていきましょう。はいということで、はい、ではでは、では第1問。9、夏の風物詩といえばです。もみのみんなも一緒に考えてみてね。ミーキングタイムは1分です。ではスタート。はい、風物詩ってどこからどこまで言うの。風物詩、うわー、これは広いな。風物詩っすもんね、うん、風物詩、うん、なんだろう、僕は思い浮かんでるんですけど、でも広く言えば、もう夏といえばみたいな、そういう質問ですよねこれね。多分、うん、僕はね、涼しくなるようなものだと思ってて。おお、なるほど。その体感涼しくなるというか、気持ち的に涼しくなるものだと思ってて、はいはいはい、他は何か違うなと思ってる方います。天井からぶら下がるか木からぶら下がってるかの二択だと思ってた。なんかすごい。ぶら下がってるものなんだ、風物詩って。ぶら下がってる
もん、うん、まあまあ、ぶら下がってないんだ。確かにぶら下がって、うん、木にはないかな。木にはない。木にはなくて涼しいもの、なんだ。え、木にぶら下がってる涼しいものってあんの？終了です。いやもうこれはいい心電心だな今。はい、まあまあ、終了みたいなんで、はい、はい、ないとできない。回答を一斉にいきますよ。はい、せーの、風鈴。なんだって？一番上からいきましょう。お願いします。クーラークーラー。クーラー。お次。風鈴。はい、風鈴。風鈴。風物詩ってクーラーだったよ。風物詩クーラーなの？だって天井からぶら下がってるものったら違くねとか言うからさ。じゃあ木からじゃない、木からぶら下がってるのは違うって言ってた。木からぶら下がってるのは違うかな。風鈴別に涼しくなんないじゃん。体感じゃないっつったやんか。気持ち的に言ったやんか。気持ちも涼しくないよ。お自分でいいんだよ。やだーやだーじゃない。認めんだよ。面白い。はい、しゅうちゃん1ポイント。はい、しゅうちゃん1ポイント。はい、ということで2問目いきましょう。はい、はい、うん、第2問。小腹が空いた時に食べるものといえば、つぼみのみんなも一緒に考えてみてね。シンキングタイムは1分です。ではスタート。無理じゃねえこれ。小腹が空いたとこ好みのあれですよね。好みの問題やんね。好みの問題だけど。ね、うん。まあでも新年シーンですからね。なんだろうな。うん、僕あれ、まあ、あれおな、あ、穴が開いてるやつ。穴が開いてるやつ。どういうこと？穴が開いてるやつ？あ、カロリーゼロ理論ってこと？カロリーゼロだよね。そういうこと？あ、なるほど。じゃあ、なんかお粉のやつ？お粉？粉？あ、まあ粉だよな。粉だよね。粉か。繋がったと思う。粉だったり、なんかこねたりね、うん。混ぜたり。混ぜたりしてね。してね。穴の開いた形にね。してね。もう正解じゃん。よっしゃ。もうこれいいのかこれ。これ全然繋がるでしょ。ちゃんと。がっつり新電子してますね今。うん。やっぱこれなんだよな。はい、終了みたいですけども。はい、やれよ。はい、ヒント出しすぎて怒られちゃった。すいません、思いついたんだもん。じゃあ回答一斉に、せーの、ドーナツ。はい、合ってるんじゃない？ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ。うちら最強。いや最強マジで。まあ良いでしょって言われた。バッチバチ。まあマジバチバチ。まあ良いでしょって。まあ良いでしょって言われちゃった。やばい、やばい、来週からルール追加されそうこれ。何も言わずに合わせてくださいってなっちゃう今後。無理でしょ。相談の時間なし。来週からシンキングタイムなしってなっちゃう。辛いな。すいません。もう今週までは楽しんじゃうもん。では最終第3問。第3問。はい。クエスチョン。作業のお供といえばということで、つぼみの皆さんも一緒に考えてみてください。シンキングタイムは1分です。ではスタート。作業のお供といえば。なんだろう。何の作業かもわかんないしな、これ。確かに。まあ確かに。まあ、デスクワークって。ね、うん、作業といえば、うん、うんうんうん、椅子とか、お供っていう、それはお供なのかな、なんか、あ、ね、でもそうか、なんかこうあれが違うのか、食べ物的なその摂取するものもあれば、うん、なんか耳から入れるそのものもあるのかな、そう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 、目とか耳から入れるどうのこうのみたいなさ。摂取するものかな。あ、そうなんだ。僕結構カロリーかもな。カロリーはカロリー。カロリーはカロリー。うん、めちゃくちゃカロリーだね。糖分が。ああ。え、うん。え。え。各々のお供
行けばよくない？行ってみます。もうそのままで会えばすごいじゃんって感じにします。確かに終了です。はい、終了です。それでは皆さん回答を一斉に、せーの、イエーイ、ジェリー。はい、上からどうぞ。上からいきましょう。はい。クグラ。YouTube。エナドリ。コーヒー。ちょっとうちら絆なってなくない？やっぱ相談しないとこうなるんだ。ちょっとうちらばらけてきてない？そんなことないし、そんなことない。おのおの好きなものがあったっていいし。いいことは言ってるんだけど、そうじゃないか。いいし、さあ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 、しゅうちゃんクーラー好きすぎなんだよ。クーラーないと死んじゃうよ、この季節。この季節だとね。ですよね。面白い。いやいや、しかし、しかしですよ。はい。以上で本日のお題は終了でございまして。おさあ、はい、罰ゲームだ。シュウちゃん。知らんし。あなたです。知らんし。知らないとか違うし。罰ゲームとか知らないし。今回の早口言葉はこちらだし。赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラ。これわーすごい、これすごいな。これだし、これ3回言ってもらおうかなって思ってるし。キカピパやばいな。カピパラ、カピカピだし、カピバラか。カピバラ、めちゃくちゃ乾いてるからよろしくね。やばいな。ウェットなのにな。頑張ってね。ウェットなのになはちょっと、どうなんだろうか。夏場だからね。夏場だからね。はい、じゃあ野の葉くんにじゃあいきましょうか。お願いします。罰ゲームにチャレンジしていただきましょう。3回連続で読んでくださいね。やだ。2回でもいいよって言ってあげたい、すごく。準備はいいですか？では週3罰ゲームスタート。赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラ、赤カピバラ、黄カピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラ、言えた言えた。あ、言えた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 濡れてた、濡れてただろうは何なんだろう。あの切り抜き確定です。うん、カピカピだったね。濡れてただろう。うん、今日いい声聞けましたよ。いやいいな。すごい、すっごいやな。クリップで、お願いいたします。濡れてただろう。濡れてただろう、やばい。どこでも使えるワードですね。使える、スタンプ欲しい。ね、濡れてただろ。濡れてただろスタンプ。使いどころなさすぎでしょ。いやいや、いつ使うんそれ。いろんなところですよ。いろんなところ。はい、ということで、以心伝心ゲームのお題もこれから投稿いただけたらまたチャレンジするので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。あれ合ってる？合ってるよね、合ってるよね。よかった。はい、ということで、武器をいただいているので読ませていただきます。はい、武器あります？お、ありますね。はい、お、じゃあどうしようかな。僕から読ませていただきますね。はい。みすきさんからいただきました。カオスなメンバーの中の MC 大変やけど頑張れはるちゃん、ハート。追いつけなかったらヤマトさんに投げたらなんとかなる。ではでは、ヤマハル猫語でイチャイチャお願いします。ソラマオも猫語でヤマハルをいじってください。無茶ぶりじゃないよニコ。ハルニャどこで拾えますか。愛情込めていっぱい買いますのでビエンといただいております。なるほど、なるほど、なるほどです。もう4人で一斉にってことですね。いろいろ4人で一斉に、何4人で一斉に。いや4人で、あー、トンチョンチョンチョンみたいなね。そうそう、チョン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 。じゃあ下から順に行きますか。あー、そうですね。あ、とことってまとめって感じですね。OK です。はい。あ、はい、じゃあ行きます。前回ヤマトさんいなかったから寂しかったですにゃん。俺も春のそばにいてやれなくて
すごく寂しかったにゃん。はあ、大和さんと春さん、あんな感じでイチャイチャしてる。空さん、あの二人ってやっぱりそういう感じなんですかにゃ。バカップルお疲れにゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイブバカップルお疲れにゃん。お疲れにゃん。お疲れにゃん。はい、じゃあこれどうしよう。あ、うん、にゃん、そうっすね。にゃーん。にゃーん。にゃーんが出てしまった。そのままじゃ読ませていただきますね。はい。はい、レイさんからいただきました。珍しい組み合わせを楽しみにしていましたが、期待以上にコメントと会話が面白すぎて笑いが止まりません。はるちゃん、MC 頑張ってといただきました。レイさん、ありがとうございます。でも、皆さんが支えてくれるから頑張れます。あ、コメントもたくさんありがとうございます。残りもよろしくお願いしますね。レイさん、ナイブーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイブーです。ということで、ブーケはこのあたりにさせていただいて、ういよいしょはい、では、ここから皆さんからいただいた質問に答えていきます。ますます、はい、ということで珍しいものが来てますね。はい、では読ませていただきます。声を当てている一色さんへ、お慕いしてます。日頃声に対して気をつけていること、いつも飲んでいるお茶、飲み物について教えてください。同じものを飲みたいです、といただいております。なるほど。にゃ、うん、にゃ、じゃら一色さんから回答を預かってるので読みますが、どこにあるんだろう。僕が読みますありがとうはい、じゃあ読みます。嬉しいお言葉ありがとうございます。声に対して気をつけていることは特にありませんが、強いて言うなら喉飴を舐めることくらいで、あとはしっかり喉を休めることです。飲み物については青汁です。いつも苦しい思いをして飲んでおりますが、ぜひ僕と同じものを飲んでこの気持ちを共有できたら嬉しいな。行ける人は行けるみたいですよ、ちらといただいております珍しくこの回答を預かる形ね。いやもうファンの方もそうですけど、もう言葉遣いが、いや、お慕いしています。お慕いしています。言われて、うん、言われてな、言われて。いや僕もあの大和さんお慕いしてますけど。あ、はい、ありがとうございます。軽っあ、はい、ありがとうございます。街のアンケートみたいなあしらわれ方。あ、はい、はい、アイスイスみたいな、はい、アイスイスみたいなさらっとありがとういやでもサトシさんのもね、なんか文章からサトシさんらしさがね、すごく、もうめちゃくちゃ出てますよね。人の良さというか、うん、しっかり自分のケア方法を伝えながら、立ってもこの気持ちを共有できたら嬉しいなとか、もうこりゃガチ恋やろがガチ恋やろが、慕ってしまう、お慕いしてしまう、こんなの、ね、お慕いして、お慕いせざるを得ない、うん、せざるを得ないよな、うん、女、うん、そして青汁だもんな、ね、健康志向か、すごいな、うん、青汁飲んだことなくはないかもしれないけど、あんまね普段飲まないですよね、普段で、ね、苦しい思いをして飲んでいるってことは、一色さん M なのかなそういうこと。あ、苦しい苦しいけどこれがいい。あ、これがいい。今日も飲んだぞみたいな。そういうことなのかな。そう見るとちょっと僕はそういう風に思ってしまったんですけどね。ね、うん、そういう感じなんだ。まあ、ね、逆にね、捉えるとね、苦しい気持ちを共有しようねっていうので、ちょっと休みもあるみたいな。逆にね。あ、逆にねっていうのがある。どっちもあるのかな。どっちもある、ね、そういう性質がね。うん。いかんいかん、壁が壁がこのシーンがね、またあのいらっしゃった時に、うん、ね、語ってほしいですよね。ね、はい、はい、はい、お、というわけで、じゃあ時間が迫ってきているようなので、もう一問いきましょう。お、続いてはこちら、うん、一人一人の暑さ対策、クーラーかけっぱなしとか、部屋にいる時なら、
裸体とかなんで裸前提なんだろうといただきましたが皆さんはありますか暑さ対策、暑さ対策はやっぱクーラーと冷たい飲み物とか、冷たい飲み物確かに僕暑いからって別に服脱がないんですよね、脱がないの、脱ぎそうなのに、まあ、でも脱ぎそうなのにおい俺を何だと思ってるボソッと言ったじゃん、ボトルさんって脱ぎそうなんだ暴走列車やんか俺脱がないですよ、 T シャツ短パンとかですよ暑かったらね、確かに確かに、なんかでも脱いでるとその汗吸収しないで乾いちゃって風邪ひきやすいみたいな、そう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 、ね、とかもあるみたいだから、だからね脱がないの、みんなは出てほしいですけどね、脱いでてほしいですね、脱がないで脱ぐのはヤマトだけでいいのよボトルさんは脱がないんだ、俺は脱がない、あ俺は着てる、あしっかり着てます、残念ね、みんなどうなんだっつってんだよ俺ばっかりいいんだよ僕なんだろう、クーラーかけっぱなし、僕もずっと、確かに確かに、なんかあのクーラーかけてひんやりした中であの毛布かぶるのめっちゃ気持ちよくないですか、気持ちいいめっちゃ贅沢な使い方してるけど、わかる、あれが好きなんだよなってなっちゃう、わかるわかるわかる、めっちゃ好き、めっちゃわかる、割とだから部屋の中結構厚着だったりする、逆に、部屋ガンガンだからガンガンで部屋冷やして、なんか膝の上とか肩とかにブランケットかけてるみたいな、そうなんだ、それが気持ちいい、気持ちいいよね、僕今も着てるんですけど、あの、夏ぐ今ジンベエ着てて、あ風通しのいい格好、いい、これ着てなくてもそのなんかエアリズムとか、なんかそういう肌着系のちょっと短パンとか、で寒いの浴びて布団をくるまるの大好きかな、へえエッチじゃん、エッチですか、僕もでも脱ぎませんよ、ジンベエとかエッチじゃないそうでもこれでスーパーとか行くんですよ、ジンベエのまんま、めっちゃ見られる、いやもうエッチだからね、めっちゃ見られる、うん、いや2着ぐらい持ってるんですか、行くんかなって思われそうじゃん、そう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 、わエッチだってみんな見られてるよ、ね、このハくんのことをエッチだってみんな見てるよ、こう思いながら今後はジンベエで過ごすんだな、脱ぐよりエッチかもしれないもんな、うん、なんなら スパッツとか着てジンベエ着るか、うわうわなんじゃんスパッツと長袖着てからジンベエ着ようかな、これから、うわジンベエの良さどこ行ったって感じ、いやあのスパッツはエッチだから、ね、結果エッチじゃん、スパッツはエッチなんだエッチでしょう、結果エッチじゃん、どう考えてもエッチとエッチかけたらエッチじゃなくなるみたいな何言ってんだ方程式じゃんそれは違うんですね、違いますね、なるほど、え、しゅうちゃんは？うん、ある？僕、脱ぐ派脱ぐ派だから、脱ぐ派、タオルブランケットの素材がすごい好きだから、あー、確かに気持ちいいかも、あー、もそもそエッチじゃん、ひひひひ否定しないところがね、しゅうちゃんっぽいですよね、エッチなんだね、エッチだな、しゅうちゃんはエッチなんだね、悲しいはい、そんな本棚でね、はい、質問コーナーでしたが、しゅうちゃん締めてくださいそう、以上質問コーナーでした、いやーやーはい、みんなも違う質問コーナーはこちらで終了です、メンバーへの質問や維新伝心ゲームのお題なども募集しているので、もしもろに投稿してくださいね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますはい、みんなで行きましょう、そしてブーケもいただいたので読ませていただきますということで、はい、じゃあ、お、なんかスーパーステッカーが送られてきていますね、
左から右に体を揺らしている柴犬とその周りを囲む赤いハート。あ、これはね、感性豊かなしゅうちゃんに読んでもらおう。ああ、うん。これお願いします。はい、だーけさんから、犬、ゆらゆらしてる犬ってどうやんの？いや、もう感性ですよ、それは。素晴らしき感性の。わかんない、ゆらわん、内部、わかんない、はい、ゆらわん、このね、悩んでるところがね、美味しいんですよ。いやー、可愛いかですよね。うまい、うまい、美味しかった、美味しかったね、飲めちゃうね、最後までね。ごちそうさまでした。はい、じゃあお次、じゃあ僕読んじゃおうかな。ひまわりさんからいただきましてありがとうございます。皆様本日もお疲れ様です。桃太郎パロディー会超笑ったし可愛かったです。大和桃太郎のブロマイドどこで買えますかね。可愛い魔王鬼と春鬼に会いに行こうと思います。ギャル突き通す維新電信ゲーム、ゲラゲラ笑いすぎてお腹痛いです。いや、バラバラすぎるしってついギャル語で突っ込んじゃいましたいただきました。いやもうギャル語ちょっと世界共通語にしていきましょう。確かに、うん、もうそしたら、ね、きっとね、うん、世界平和になると思う、うん、確かに、うん、はい、戦争とか起きなそうです、ね、起きない起きない、戦争とかやばい、マジないわ、そう、ね、はうざで終わるぐらいに、はうざ、うん、隣国だからって調子乗ってんじゃん、隣国隣国だから隣の国だからっ って意味わかんないけどねうちらにも輸出しろしみたいな、それこそ戦争になりそうだけどね、戦争になりそう、はぁってなっちゃう、あ、なんなん、ちょ、一回締めねえみたいな、締めねえなっちゃう、ちょっと力貸してくんないみたいなめっちゃギャル、そんなんでもういろいろ戦争も来そうだけどね、もう結果もうこんなのやめないっつって言ってやめるみたいなね、そうそう、口喧嘩するだけしてね、吐き出して、うん、もう仲直りみたいな、うんうん、そうそうそう、確かに確かに、うちらずっともじゃんみたいなねそうそうそう、うん、はい、ギャルすげえな、ギャルってすげえギャルってすげえな、はい、ということで取り留めのない話になっちゃいましたが、はい、ひまわりさん内部ありがとうございます、内部ありがとうございます、はい、以上でブーケは終わりかな、うん、終わりです、うん、ですね、かな、いや、じゃあしゅうちゃん告知の方のコーナー行きましょう、はい、うん、ほん、お待ちたまえ、待つぜ待ちます、告知なの、さん、あー、まあ、そっか、はい、さて今日も配信盛り上がってきましたが、はい、そのお時間の方が近づいてきました、おい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 、もうね1時間ぐらい経ちましたから、本当だ、早いな、早い、一瞬だった一瞬でしたね、もうギャルになったら一瞬でした、だからそういうことギャルになったから一瞬なんだ、さてさて、うん、ブルマジライブ毎週配信の予定です。次回は8月4日金曜日の21時からの放送となります。メンバーは、秘密お楽しみにもうふわって笑われたんだけど、秘密秘密さあ、そんなブルーミングマジックですが、普段は YouTube チャンネルの中で週 2,3 本のストーリー展開をしています。またストーリー公開告知やイベント情報などを告知するブルーミングマジック公式 Twitter アカウントとメンバーの個人 Twitter アカウントもありますので、まだ Twitter フォローしてないよという人はぜひ番組後にチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。ブルーミングマジックブルーミングマジックの生配信ブルマジライブ毎週開催予定です。メンバーも週替わり予定なので、皆さんぜひぜひお楽しみに。お楽しみに。ねえ。可愛いですね。
うまく入れませんでしたね今ね難しかった難しかったね今ね入れると思ったね今びっくりしたよねあまだ続くんだみたいなね可愛いですねすごいすごい笑いめっちゃいじられた、はい、そんなこんなでよいしょさてさてさて毎週金曜日配信なのでどんどんマシュマロへの質問や生配信でやってほしいことのリクエストもツイートしてみてくださいねくださいねねおいねおねねツイートしてねマジで誰お願いしますすごいすごい汚そうキノコみたいな汚そう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 やばどういうこと綺麗だどこが汚いんでしょうかどこが汚い、どこが汚いんだどこだどこが汚いのか皆さんぜひマシュマロで教えてくださいやだ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 おまろじゃんおまろやめてさっき進めないいや危ない今それでは教えてくださいで進みそうになっちゃった、というわけで、それでは本当にお時間の方がやってきてしまいました、はい、最後にメンバー一人ずつ今日の配信の感想とファンの方つぼみの方へのメッセージをお願いしますではまずはるさんからはい、春役のソランです今日も皆さんありがとうございましためちゃ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 笑ってたら1時間あっという間に終わってしまいましたが珍しいメンバーで、できて楽しかったです皆さんもコメントも盛り上げてくださりありがとうございました来週もよろしくお願いしますソランでした次シュウちゃんはい、ソラン役のあずきシュウです、今日は珍しいメンバーと共に、ギャルだったりなんだったりとても楽しかったと思いますみんなにも久しぶりに会えてハッピー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 ね次ヤマトシヤマトシですどうもこんばんはヤマトさんいないさあやってまいりましたブルミングマジックライブヤマトさん帰ってきてヤマトさんが変なキノコ食べた変なキノコ食べたお待たせしましたあ帰ってきたヤマト役の会員ボトルでございますはい、本日はですね本当にシュウちゃんとも久しぶりにおしゃべりができて楽しかったですし野々葉くんとも、たくさんおしゃべりができてたくさん付き合いができて楽しかったなと思っております。はい、やいやいみたいなね。楽しかったです。それでね、皆さんコメントでもわーって盛り上げてくれたり、ブーケもいただいたりして、たくさんたくさん楽しんでいただけてたらなって思います。さあ、皆様、今がチャンスです。この動画のグッドボタンを押すのです。なんかカルトみたい。押すのですさあ皆さん今です今押すのですそうすれば皆さんは幸せに幸せになるんですやばい押さなきゃ押さなきゃ早い洗脳されるの早い人いる押していただけますと私たちがとても喜びます押しました3回押しました3回5回押しました5回、奇数であればいい7回押しましたはい、偶数はいけません奇数であればいいですはい、ありがとうございますさあ、148、150に増えましたなぜ皆さん押さなかったんですかすいません、怖い怖い押してくださいました見始めたら必ず押してくれ楽しくて楽しくてはい、ありがとうございますはいあ、奇数消えるのか偶数ならいいのか、はい、偶数回あ、偶数回違うよ、奇数だよ奇数ですよね奇数だよね奇数は消えないんだよね1、2、3だから、グッと押して消して押すんだもんねよしよしよし、そうそう奇数あそうそう奇数ならいいんですよかったよかった、はい、偶数回ダメだよダメ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 いれば入れてあすいませんこんなところで時間使うわけにもいかないんでね、はい、そんなこんなで本当にたくさん、楽しんでいただいてありがたいなと、思いまして、次回もメンバーは秘密中ですけれども、次回も何卒よろしくお願いしますじゃあ次野々葉くんはい、魔王役の日頃も野々葉ですいや前回
出させていただいた時は MC だったんですけど、今日はソラン君の素晴らしい回しのおかげでのびのび1時間過ごすことができました。とっても楽しかったですね。あのシエさんの濡れ濡れも聞けて、ヤマトさんも主体できてとっても楽しかったです。あの次回からもう8月ということで夏本番になると思うんですが、みんなも服脱いだりジンベエ着たりクーラーガガにしたりして、はい、暑さ対策しっかりして、また来週元気にお会いしましょう。本日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます、はい、いい締め方いい締め方だった。はい、ということで、メンバーのコメントもいただけたところで、このあたりで締めさせていただきます。つもみの皆さん、今日はありがとうございました。これからもブルマジの応援よろしくお願いします。ということで、本日のお相手はヤマト役のカインボトルと、マオ役の日頃もののはと、ソラ役の葉月シュート、ハル役のソランでお届けしました。次回もよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。さようなら。バイバイ100キロ超えてそう。